今日は春分の日、彼岸の中日です。静岡市の霊園にも朝早くから家族連れなどが墓参りに訪れています。しだれ桜が間もなく開花を迎え、春の陽気が感じられる中、静岡市の牧ヶ谷霊園には線香や花を持ち墓参りをする人の姿が多く見られました。訪れた人たちは墓石を丁寧に拭いて花や線香を手向け先祖を供養しました。たくさんではね、ちょっとあれだもんね、来られないもんですからね、子供だからどうしても2人で来ることが多くなっちゃうもんですからね。みんな元気で済ますようにね、コロナもほらね、早く治ってね、平和で、何しろ平和でなくちゃね、ね。牧ヶ谷霊園によると、コロナ禍ということで少人数の墓参りが増えているということです。